はい、かいこです。今日はアプローチについて説明していきたいと思います。このチャンネルではゴルフの練習やコースラウンドに必要なさまざまな役立つ情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録お願いします。今日ご紹介するのはランディングアプローチという目標のカップまで転がす方法を今日はご紹介していきます。その前にまずアプローチの種類について説明します。ランディングアプローチは転がしてカップに近づける、またピッチエンドランは上げる距離と転がす距離がほぼ1対1の状態になります。そしてピッチショットは上げてそこで少し転がりますが、上がったら少し止まるという打ち方になります。そしてロブショットというのは、例えばバンカーがあってすぐそばにピンがあるとき、上げてあまり距離を出したくないときなどに使用する方法になっております。ロブショットが一番難しいと思いますので、今日はランニングアプローチという基本のアプローチの方法をご紹介していきます。ランニングアプローチというのは使える条件としては、このバンカーなどの障害物がなく、打つところからピンまで障害物がないところの場合に多く使用できる方法になります。なぜ転がした方が良いかというと、地面を転がすので少し地面の抵抗があるために、失敗してもそれほど大きなミスをしないという点があります。ランニングアプローチで使用するクラブは、お手持ちのクラブの中で一番このロフト角が立っている状態の道具を使います。今日はアイアンや7番アイアンを持ってきています。今日は7番アイアンで打っていきたいと思います。まず一番ランニングアプローチに重要なのは、ロフトが立っているのであまり大きく振り上げずに、太ももから太ももまでの短い振り幅できちんと距離感を合わせることができるために、この数字が書いてあるソールの部分をこのようにまっすぐ合わせていただきます。そして両足を閉じた状態から、この両足の間に一足分入るぐらい足幅を広げます。そしてボールの位置はこの両足の真ん中にセットします。そしてグリップの真ん中辺を持っていただいて、そうすると このように肘が上体の傾きに応じて少し曲がると思います。この状態で打っていただくのがランニングアプローチになります。まず打ちたい方向にフェースを合わせてソールを地面に当てます。そして両足を閉じた状態から一
左足と右足の間に一足入るぐらい足幅を広げます。そしてグリップの真ん中辺を持って太ももから太ももまで首筋の支点を作って上げて、あとは転がしてピンに寄せていくという方法になります。この方法であれば ロフトのこの面の角度が大きいクラブを使ってこのように大きくピンを超えてしまうという状態が軽減されます。というわけで今日ご紹介してきたのはランニングアプローチという基本となる打ち方になります。基本的にはパターのクラブよりも7番アイアンは長くなってます。なのであまりこうグリップの目いっぱい持ってしまうと このような状態になってしまいますので普段このぐらいで持っていたらこのぐらいの真ん中辺を持っていただいてこのフェース面を目標に真っすぐ当てるようにします。そうすると少し腕の力が抜けるので首を支点に両足の間に一足入るぐらいにして打つと距離感が合うようになります。でこのランニングアプローチについては例えば6番アイアンで打った方が距離感が合いやすい方また7番アイアンの方が打ちやすい方人それぞれ合うクラブが違ってきますのでショートコースやラウンドの際にいろんなクラブでランニングアプローチというのを試してみてください。それではまた次回の放送をお楽しみに。バイバーイ。